壇の塚古墳は奈良県桜井市押坂にある古墳。形状は八角墳。古墳時代終末期の古墳である。宮内庁により押坂さう治療として第34代女名天皇の御捧ぎに事情されている。戸釜山から南に伸びる尾根の先端に古墳が築造されている。この古墳よりさらに谷間の奥には鏡女王母と大友王女、押坂墓がある。 段の塚古墳の墳丘は、尾根を途中で切断して、尾根の末端の斜面地に、霧土や森土を行って築かれている。両側にある谷分も成形されており、古墳に関わる造成は広範囲にわたって行われたと見られる。墳形は、台形状の宝形団の上に八角形の墳丘を乗せるという、上、八角化方墳とも言うべき姿をしている。 下部の包茎段は3段で蓄積されており、再下段の全面は幅約105メートルを測る。包茎段の各段の斜面には自然石を用いた天意石が存在している。八角部は2段蓄積で、下段の大変間距離は約42メートルである。区内庁の調査により八角部の下段は遺体死により、噴糾が覆われていることが分かった。 この古墳の主体部は現在では分からないが、幕末の三両研究家の谷森騎信が表した三両校には石室内部に石棺が2機あったという村人の伝聞が紹介されている。また、宮内庁の調査において八角部の前面に沿道天井石らしきものが確認されている。仮に通常の古墳に見られるように八角形の中心部を奥壁だと仮定すれば、 全長20メートルを超える巨大な横穴式石室が想定される。押坂の地に築かれた古墳としては卓越した規模を持っており、八角形という得意な墳球を持つことから、除名天皇の押坂う治療である可能性は極めて高い。八角墳は、前方後円墳消滅後、皇族や有力皇族が採用した宝墳や円墳に変わるものとして新たに採用されたものであり、 団の塚古墳は天皇陵として初めて八角墳を採用した古墳として大変意義深い。押坂内陵区内町 ABCD 団の塚古墳桜井の横穴式席室を訪ねてありがとうございます。